はいどうも皆さん、レビペンです。今回はウォーフレームでよくあるハッキングについて解説していきます。潜入ミッションでデータを奪い取るときやマスタリーランクの試験でも出てくるので、何かとハッキングがあります。ハッキングは大まかに2種類あり、グリニアのハッキングとコーパスのハッキングがあります。それぞれについてまずは見ていきましょう。グリニアのハッキングは黄色い色をしていて円形になっております。円の周りには高速で回っている三角形のものと鍵の形をしたものがあります。三角形のものと鍵の形のものが重なった瞬間、中央に表示されたボタンを押すと鍵が内側に移動し、鍵が一つ解除されます。タイミングよく中央に表示されたボタンを押すことで全ての鍵を解除するとハッキング完了です。地球、水星、火星までは連打すれば OK ですが、土星あたりから鍵を一つ解除したとき、三角形のものの進行方向が変わります。鍵を一つ解除するごとに三角形のものの進行方向が変わるという仕様になっております。早くハッキングしたい場合はこの動画でタイミングを覚え込み実践するのが大事です。土星、天王星、セドナで微妙にパターンが変わっていくので見てみましょう。こんな風なリズムでグリニアのハッキングができます。コーパスのハッキングは水色の六角形がたくさん並んでおります。六角形には白い線が何本かあります。コーパスのハッキングでは線をすべてつなげることでハッキングが完了します。白い線をつなげるには六角形の部分を回転させることが必要です。まずは六角形を選択しましょう。六角形を選択すると微妙に白くなります。パソコンではマウスで選択してクリックで回転させれば OK です。他の機種では左スティックで六角形を選択します。 PS4 では×、 Xbox と Nintendo Switch では A で回転させることができます。最初のうちは比較的簡単につなげることが可能ですが、六角形の数が増えてくると難しくなってきます。金星とフォボスは六角形が4つ、木星とエーロパは六角形が5つ、ルア、海王星、冥王星は六角形が7つと増えていきます。数が増えてきた場合は3本線がある六角形から回していきましょう。3本線の真ん中の線を中央に向けます。あとは最初の六角形の線につなげるように他の六角形を回していけば OK です。マスタリーランク5の試験でハッキングをするタスクがあります。先ほど紹介したハッキングのコツを活用してハッキングをすればクリアできます。しかしこの試験は自動ハッキングアイテムなどで簡単にクリアすることが可能です。では自動ハッキングの方法について見ていきましょう。ウォーフレームではハッキングを自動化する手段が3つほど存在しております。サイファー、オートハッキングモッド、オートハッキングアビリティ、この3つが存在しています。サイファーはファウンドリにコンテキストアクションでアクセスし、製造し、受け取ることで入手できます。使うにはアーセナルにアクセスし、ギアのタブを開きセットしておく必要があります。サイファーをまとめて作りたいという場合はプレイヤーの集まりのクランに所属しましょう。そしてクランの施設の道場の天皇ラボでサイファーがまとめて作れる設計図を入手しましょう。サイファーを使うにはハッキングの画面でこちらに表示されたボタンを押せば OK です。一見万能そうですが、ナイトメアミッションやソーティーミッションではサイファーが使えませんので別の手段が必要となります。お次はオートハッキングモッドです。オートブリーチと言います。オートハッキングといっても100% ハッキングしてくれるわけではなく、確率でハッキングを行います。このモッドは天王星、海王星、冥王星、エリス、セドラの潜入ミッションをすることによって報酬で入手できるモッドです。モッドをセットするには装備を整えるアーセナルにアクセスします。そしてパラゾンのところに自動ハッキングモッドを挿しましょう。これで自動ハッキングが確率でできるようになります。3つ目はオートハッキングアビリティのパースペカシティ。他のウォーフレームの能力を移植するヘルミシステムを育成していくと、オートハッキングアビリティをウォーフレームに移植することができます。ヘルミシステムについては過去に動画でまとめておきました。
導入方法はそちらをご覧ください。さて、今までハッキングのコツと自動ハッキング手段を紹介してきましたが、どの手段もハッキング中はウォーフレームが無防備になってしまいます。しかしメインクエストを進め、内なる紛争を完了すれば新たな方法でハッキングができます。ネタバレが気になってしまう方はここで動画を止め、ブラウザバックを推奨します。パソコンでは5、 PS4 では R1 と L1、 Xbox では RB と LB、 Nintendo Switch では R と L。 これでオペレーターモードになったらしゃがむボタンで透明化します。パソコンではコントロール、 PS4 では L1、 Xbox では LB、 Nintendo Switch では L。 これらのボタンを押して透明化しつつ端末にアクセスしましょう。あとは先ほど紹介していた通りハッキングをしましょう。オペレーターで透明化しつつ無敵化できるので、凄まじい状況でもハッキングができます。以上がウォーフレームでのハッキングの方法です。ご視聴ありがとうございました。私レビペンのチャンネルではウォーフレームでつまずきがちなところを定期的に解説しております。続きを求める方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回、さようなら。